どうも、ダンディーです。新鮮なうちにルーンネタ消化しようってことで今回は戦闘機と混ぜました。魔法軸の2テーマなので当然相性はいいです。勝てるかどうかは正直引き次第ですが、細かいレシピは最後にして対戦へ。対戦よろしくお願いします。こちらの先行、ルーン戦闘機は戦闘機の先行展開の弱さと、ルーンの妨害力の低さをお互い補う形で噛み合ってます。初手はルーンカードで回せるのが理想。誘発チェックの穂先で相手に優先権移らなかったので強気に動くぜ。ルーン魔法共通面で不倫。不倫のコストでルーン魔法捨てることで泉ドローを最大に、チェーンオフにしてうらら握ってたら負けを認める。お前がナンバーワンだ。通った、ルーンは最初の泉ドローが最大の誘発チャンス。ここにドロー無効当てられると爆散する。追加のルーン魔法引けたから分回せそう。最近のメイスイリオン宣言多くない？デビフラ飛んできたらどうすんの？これだけで十分仕事した。できればエンゲージも落としてほしい。いや、だぜー。すげー落ちる。40枚デッキでモンスター4枚、すびきで残り3枚だからこんなもんか。宣言された数字が4だったのでそのまま墓地に、かがり通常召喚から2体でジーク。さらに戦闘機1体でかがり、推理ゲートで霊かロゼ出して落としたエンゲージ回収するの好き。墓地の魔法は名推理でいっぱい増えたからエンゲージドローも発動、デッキに残ってたマルチロールをサーチ。デビフラカモン。かがりの火力上がってって草、マルチロールを発動してそのまま効果、自分の場のカードを墓地に送ってこのターン魔法へのチェーンを封じる、融合体のために場を開けたいルーンでセルフ除去になるマルチロールは便利、ついでにマルチロールは戦闘機以外の魔法に対するチェーンも封じるので、最初に使っておくと推理ゲートが通りやすい。ゲイリで墓地の泉を回収して場の泉で3ドロー、途中から相手に優先権移るようになったのでゲート使わずターン終了、ですよね、そうだと思いました。こっちに戦闘機入ってるのバレてるからメインモンスターゾーン塞ぎに来たな。実際きつい、ルーンの除外で相手がスパイラルだと判明してるから、ウィドウアンカーでジーニアス寝取りたかった。ちなみに純制限のジーニアスのうち1枚は初手で飛んでった。スパイラルは持ちデッキの一つなのできっちり止めたい。とりあえずグロースの起動効果は使わないで、そして2枚目のジーニアスも飛んでったな。使える時にドロー、モンスターに触れるルーンを引きたい。いいぞ。それも起動効果使われる前に破壊。リゾートは人によって採用枚数分かれるからな。2枚入りだとやばい。いやー救出持ってんのか、マジシャンズソウルズでそれコストにされたくなかったからグロース止めたのに、さすがに2ドローは止めた方がいいかなそれはしょうがない、墓地に送る手段がなければ展開には絡んでこない。まあトロイメア系とかいるもんね、捨てる手段はあるよね。お、この程度で済んだ。ルーン融合体でライフ守れるけど特に意味もないのでスルー。初手マルチロールで魔法に対するチェーンを封じる。マルチロール処理後はバロネスなんかも無効効果を使わせずアフターバーナーで焼ける。だからそれを知ってる相手だとマルチロールに妨害使ってくれたりする。もちろんおとりはマルチロールが行く。破壊効果の発動に合わせて不倫を出すいつもの動き。もちろんおとりは不倫が行く。魔法発動で泉のドローが起動。あのダンディーは起点になるかもしれないし、ウィドウアンカーで寝取ってゲイリとエクシーズ、バグースカの下に埋めて返さない、ケルベロスリンクでバグースカ破壊されそうになってもウィドウアンカー2枚目で無効にしてやる。手札8枚気持ちいい。対戦ありがとうございました。
対戦よろしくお願いします。こちらの高校、準運だと相手の妨害をかわすのに魔法使いまくって、全部片付いても泉ドロー用の魔法がなかったりするけど、エンゲージ1枚あれば墓地に行った魔法でドローしたり、アフターバーナーで除去したりできる。逆に戦闘機側をおとりに使ってエンゲージを妨害させるのもあり、エンゲージからマルチロールサーチして起動すればそもそも妨害されなくなるしな。さて、相手は天気か、アルシエルがいてもドローフェーズいてつく呪いで問題なかったな。いてつくを妨害に使うプランでもゲートがコストになるだけだ。穂先で優先権移ったから一応誘発警戒、相手の伏せが魔封じだったらもう終わってたな。あえて泉にチェーンでうらら投げられるようにして誘ってみる。この辺りは天気モンスターか罠か誘発かどれで優先権移ってるのかわかんねえな。ドローは普通に通った。本命のモンスターゲート、デビフラからエクストリオで貫通できるんじゃね？できれば戦闘機系は落ちないで。墓地が越えたので泉を回す。ゲイリを餌にモンスターゲート。かなりデッキ薄くなったな。来た。今のうちに使っておこうということですな。せっかくだしエクストリオをエクストラゾーンに置いて、戦闘機魔法を使えるようにしてモンスターも妨害できるようにしよう。その前に戦闘機ギミックを回しておく。マルチロールでかがりを墓地に、これでスペースが空いた。うん、このタイミングで接獄？まあいいだろう、その程度痛くも痒くもない。ダニー、デビフラが、クソ、おしゃれ除去しやがって、なんて野郎だ。まあプレイングですよ、これでバック破壊先一つに絞れたし、セルフ除去しなくてもエンゲージ使えるようになったし。白身の手札10枚。これで12枚、まだ使ってないルーンで相手のデッキを削る。ジークでセルフ転送。エンドフェーズにマルチロールのセット。天気楽しそうだな、次回は天気デッキにデモするか。アルシエルには出てきてほしいので途中まで妨害はしない。ここから怒涛のチェーンラッシュ。アルシエルはリンク先の天気が何でも無効効果を持つ。スレッドの効果にチェーンして移動アンカー。対象はスレッド。そりゃ当然逃げますよね。移動アンカー2枚目。この対象はアルシエル。何でも無効を与えているのがアルシエルなのであいつを無効にすると止まる。もちろんそれも止めますよね。じゃあ、いてつく呪いで向こう。対象はアルシエル。これでアルシエルのリンク先にモンスターがいなくなって妨害も消えた。ドライトロンみたいな光景だな。これで手札がスッキリした。天気出されて向こう持ちが復活する前に輝く炎で破壊。最初のいてつくは無効にされたので2枚目が使える。いっぱい引いてたからこその贅沢な使い方だな。天気はモンスターを場に残さなければリンクもエクシーズもできない。無効化するより除外してくれる方が嬉しい。
エンドフェーズに使ってないルーンを発動してデッキ破壊。穂先でサーチするのはイカれる嵐。天気はバニカードが残りやすいテーマだからな。デッキ破壊しやすい。ここでドロー妨害されても何の問題もない。これはバック破壊というより4枚除外。イカれる嵐で残りのデッキを粉砕。対戦ありがとうございました。改めてデッキレシピ、40枚に収めたが初手戦闘機展開オンリーは弱すぎるので、ルーン魔法を増やして初動安定させるのもあり、成金とか積んで集めの構築も面白そう。ホーネットビットは単体で何ラード稼ぎできないので抜けた。エクストラはルーンと戦闘機各種に加え4エクシーズ。戦闘機もルーンも対象耐性持ちに弱いからワンチャン用でギュート入れても良さそう。それじゃあ今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。